歯磨きをしてから寝ましょうね。歯磨きめんどくさいな。歯磨きめんどくさい、もういいや、もう寝よう。お口を覗いたら、なにこれ。サンサ大変よ。お口に虫さんたくさん、クモさん、ゴキブリ。このままじゃ虫歯になるわ。すぐに歯磨きをしましょう。ゴシゴシ磨いて、シュッ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 、バイバイ虫さん、グチグチペン、ピカピカピーン。やったー、これで虫歯は怖くないぞー。ねえ、クモリン、ダンダン、ストレッチーズミュータント、戦え、ポイズンコブラ。もういいや、もう寝よう。お口を開いたら、なにこれ。お口に虫さんたくさん、クモさん、ゴキブリ。歯磨きしなきゃ、やっぱりやだ。歯磨きめんどくさい、虫さんいっぱい。このままじゃ虫歯になっちゃうわ。すぐに歯磨きしましょう。はい、歯ブラシ。ゴシゴシ磨いて、シュッ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 、バイバイ虫さん、グチュグチュペ、ピカピカピーン。やった、虫さんいなくなった。次はみんなも一緒に歌おう。歌が好きなお友達はグッドボタン。歯磨きめんどくさい、もういいや、もう寝よう。お口を覗いたら、なにこれ。お口に虫さんたくさん、クモさん、ゴキブリ。歯磨きしなきゃ、やっぱりやだ。歯磨きめんどくさい、虫さんいっぱい。うじゃうじゃいっぱい。みんな歯磨きをしよう。ゴシゴシ磨いて、シュッ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 、バイバイ虫さん、グチュグチュペ、ピカピカピーン。これからは毎日歯磨きをするよ。そうよ、歯磨きしないとまた大量の虫が来ちゃうわよ。モデュで遊ぼう。ガッシンガッシンガッシン、いっぱい組み立てよう。ガッシンガッシンガッシン、できた。ダンサーのわからずや、クモリンの頑固者。絶対ぐるぐるの方がかっこいいのに。僕はカーブしたい気分なの。僕だって。ちょっと二人ともどうしたの？ブリル、ザンさんのせいでかっこいいスライダーが作れないんだ。方向性の違いってやつだよ。そうだったんだ。あ、それなら。じゃーん。あれ、同じおもちゃがもう一個ある。ふふふ、一緒に遊ばないなら逆に対決してみたらどう？対決？オリジナルスライダー。この2つのブロックを使ってそれぞれ好きなスライダーを作るの。かっこよくて速いスライダーを作れた人の勝ち。なにそれなにそれ。クモリンやります。サンサンよりすごいスライダー作るもんね。僕だって。よし、2人とも気合い十分だね。それじゃあ早速やってみよう。題してブロックスライダー競争。みんなグッドボタンで2人を応援してね。
始まりました。第1回スライダー競争、実況は私プリルと解説したろうでお送りします。今回の対決では3つのルールのもとスライダーを作っていくんですよね。はい、その通りです。サンサンとクモリンは制限時間内でそれぞれ好きにスライダーを作ります。ただし使うブロックの数は最初に決められています。決められたブロックより少なくても多くても失格ということですね。第1試合は60ブロックを5分以内で組み立てなければいけません。判断力とセンスが求められる戦いですね。おっと、そうこうしている間にクモリン選手がどんどんブロックを積み上げている。おり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 ゃー、できた。なんとクモリン選手、ここで完成の旗を上げた。残り時間はあと8分。これは凄まじい速さですね。日本新記録も夢じゃないということでしょうか。一方サンサン選手は、サンサン選手、道がつながらずに悩んでいる様子です。このブロックスライダーには様々な形のブロックがありますからね。それぞれのブロックをどのように使うか、これが大きな鍵となってくるはずです。どうしてもここが途切れちゃうよ。わあ、あと1分しかない。何か使えそうなブロックは、あ、そうだ、このぐるぐるをここにはめればつながった。できた。おっと、サンサン選手も何やらうまくいったようです。ここでサンサン選手が完成の旗をあげた。両者とも制限時間内に完成したようですね。それでは早速ボールを転がしてみましょう。スライダー配置。よし、頑張るぞ。で、クモリ、何そのスライダー。ドーン。両者一斉にボールがスタートしました。よし、うまくボールが転がってる。これならクモリンにも。クモリン選手、凄まじい速さでゴール。もう？へっへー、クモリン特製マッチングスライダー、一番早くボールをボールに運べるよ。クモリン選手のスライダーは一直線にボールが転がる形になっているんですね。わーい、僕の勝ち。そんな、負けちゃった。ただし使うブロックの数は最初に決められています。決められたブロックより少なくても多くても失格ということですね。失敗。はい、クモリンのスライダー、どう見ても60個もブロック使ってないんですけど。あ、おっと、ここで審議が入りました。クモリン選手のブロックの数が足りないのではないかという問題ですね。クモリン選手、これは一体。忘れてた。なんとクモリン選手、ブロックがまだたくさん余っていたようです。これはルールを守れていないということになりますね。ということでこの勝負はサンサンの勝ち。なんだって、せっかくクモリンのが早かったのに。ルールをちゃんと守らないからでしょ。でもこんな勝ち方じゃ僕もすっきりしないし、プリル、もう一回戦やっちゃダメ。おっと、ここでサンサンから再戦のリクエストがありました。プリルさん、いかがでしょうか。評価します。ありがとう。それではもう一度ブロックスライダー対決を行います。クモリン、次は間違えちゃダメだからね。うん。ルールをもう一度説明します。制限時間は5分、ブロックは60個使ってください。早くゴールした方が勝ちです。わかった？はい。よろしい。それでは気を取り直して、ブロックスライダー対決その2、スタート。さあ、気になる第2戦、両選手今度はどんなスライダーを見せてくれるのでしょうか。期待大ですね。ここをこうして、ここに滑り台、ここにカーブ。うん、いい調子。ブロックはあと1つくらいかな。どれにしようかな。これなんだろう。サンサン選手、ピンク色のブロックを手に何か悩んでいるようです。あれは行き止まりブロックですね。これを使うと道が行き止まりになってしまいます。サンサン、本当にそれでいいの。いいや、こことくっつけよう。あ、置いちゃった。サンサン選手のスライダー、一体どのようなものになるのでしょうか。
次はクモリン選手を見てみましょう。また余っちゃった。おっとクモリン選手、またブロックが余ってしまった。クモリン選手一体どうするのでしょうか。勝敗は、さあ長かった戦いもこれで最後。今夜真のスライダー王者が決定します。2人の選手が魂を注いだスライダー、最初にゴールするのは一体どちらなのでしょうか。両者位置について、よーいドン。さあ2つのボールが一斉にスライダーを転がり始めました。いけいけいけ、走れ走れ走れ。両者一歩も引かずに転がっていきます。ドキドキしますね。バリー、おっとここでサンサン選手のボールが行き止まりに入った。これは一体どういうことでしょう。サンサン選手は先ほど行き止まりのブロックを使っていました。そのせいで道が行き止まりになってしまったのでしょう。行き止まりの場合はスタートからやり直しです。そんな、サンサン選手がスタート地点からやり直しの中、クモリン選手のボールがすごい勢いで転がっていく。これは大きくリードですね。よし、このままゴールするぞ。いけー。おっと、ここで風でボールが飛んでいった。これは予想外の展開です。クモリン選手のボール一体どこに。あー、なんと謎のくぼみにはまっています。これはさっきクモリンが数合わせで積んだブロックですね。なんとこれで2人ともスタート地点からやり直しになりました。勝敗は本当に分かりません。今度こそ文句だって。サンサン選手はさっきとは逆の方向にボールを転がします。クモリン選手も風が起きないように祈っています。さあ両者ともラストスタートです。一体先にゴールするのはサンサンかクモリンか。これは引き分け。なんと2つのボールは同時にゴールしました。なんだって。ブロックスライダー対決引き分けです。引き分けか。でも楽しかった。サンサン、クモリン、2人ともすごかった。私もっと2人のスライダーが見たい。私もです。ねえ2人とも、今度はここにあるブロック全部使ってスライダーを作ろうよ。何それ、楽しそう。確かに楽しいかも。サンサン、仲直りして一緒にスライダーを作ろう。うん、僕たちならきっと最強のスライダーを作れるはず。そうだ。わー、クモリン、クモリン選手飛んでった。たった今外でたくさん遊んだけど、まだ遊び足りないな。あ、トミカ発見。遊んじゃう。ブンブン、働く車かっこいい。手を洗わずに遊んでるな。あ、何か聞こえたような。気のせいか。パトカーで出動。あれれ、iPadじゃん。今度は動画見ちゃおう。あいつの触るもの、全部バイキンまみれだ。あー、楽しかった。次は何を触るんだ。iPad が喋った。違う違う、僕だよ。うん、君は誰。僕はバイキン、君の手から生まれたんだぞ。僕の手から。仲良く
なところに触ると僕たちがたくさん増えていくんだ。じゃあもっといろんなところを触っちゃおう。いいぞいいぞ。ただいま。お腹すいた。おやつの前に手を洗わなくちゃね。手を濡らして石鹸で泡を作って手の甲をもみもみ。次は指の間をもみもみ。親指をぐるぐるして手のひらをゴシゴシしたら手首をくるくる。よく水で流して手を拭いて、はい、きれいになったね。よし、おやつ食べよう。ってこんなところにおもちゃが出しっぱなし。クモリンだな。うわー、きれいな手だ。これ何？僕はバイキン。バイキン？あ、僕の手にバイキンがついてる。汚れた手でおもちゃを触ったから僕が生まれたんだ。でも手はちゃんと洗ったのに。あ、こんなところにおやつ発見。もしかして。いただきます。ちょっと待った。クモリン、帰ってきて手はちゃんと洗った？洗ってないよ。手を見せて。何かついてるの？たくさんバイキンがついてるでしょ。これは僕のお友達だよね、バイキンさん。そうだそうだ。バイキンとはお友達になっちゃダメだよ。なんで？ほら見て、クモリンが汚れた手でおもちゃを触って、そのおもちゃを僕が触ったから僕にもバイキンがついちゃったんだよ。あと汚れた手でおやつを食べたらお腹が痛くなっちゃうこともあるんだよ。どうなの？ち、バレたか。早く手を洗おう。わかった。まずは手を濡らして石鹸をつけて泡を作ってね。そしたらまずは手を重ねてもみもみするよ。もみもみもみ。次は手と手を合わせてもみもみ。もみもみもみ。うわー、やめてー。グッドボタンマークを横にして親指をぐるぐる。ぐるぐるぐる。手のひらを指でゴシゴシ。ゴシゴシゴシ。最後に手首をくるくる。くるくるくる。お水でよく泡を流したらタオルで拭いて、きれいになった？なったなった。汚れた手で触ったおもちゃはきれいに拭いて、へー。他にどこを触ったの？iPad とリモコンとドアノブ。触ったところは全部きれいに拭かないとね。うひょー、さよなら。これでよしと。さんさん、早くおやつ食べよう。もうクモリンたら。いただきます。そうだ、バイキンさん、さようなら。クモリン、今日のお絵かき。
返してくれてありがとう。